ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者、井上直也、大橋、が、ちょうど3年前の試合で飾った衝撃の KO 勝利が再び脚光を浴びている。KO 負けを経験したことがなかったもさが、後に人生であんな風に打たれたことは一度もなかった、と振り返った瞬間。海外ファンには、相手が二流選手なのではない。井上が特別なんだ。 などと未だに衝撃を与えていた。動画、人生であんな経験はない、自分がどこにいるかわからなかった、歯医者もお手上げ、鮮やかに K 大勝ちを決めた井上直也の3年前のシーン鮮やかで目にも止まらぬ鋭いカウンター。くらった相手はひとたまりもなかった。2020年10月31日、日本時間11月1日。 に行われた WBA スーパー &IBF 世界バンタム級タイトルマッチ。7回、挑戦者ジェイソン・マロニーの顔面に強烈な右ストレートをお見舞いした。マロニーは尻餅をついてダウン。そのまま立ち上がれず、井上の KO 勝ちが決まった。ちょうど3年が経過したこの日、実際の映像を米工業大手トップランク社が公式 X、旧ツイッター、インスタグラムに公開。 2020年の今日、名古屋井上は TR トップランクのデビューを飾ったと紹介した。マロニーは今年に入って1909年創刊の老舗へ専門誌ボクシングニュースで当時の試合を解雇しており、最後のダウンは人生であれ以上のショットを受けることはないだろう。自分がどこにいるかわからなかった。人生であんな風に打たれたことは一度もなかった。 あれ以上に大きなショットはない。そこで気づくんだ、ああ、あのパワーは本物だとね、彼は無慈悲だ。当たる、ダメージを与えられると彼が考えたら、あるいは相手に弱点があると感じたら、彼は無慈悲に全てをかけてくる。その時、彼のパワーは本物になる。異常だよ、と終始一貫、井の上の強さを叩えていた。 井上は昨年12月にバンタム級4団体統一に成功し、今年に入ってスーパーバンタム級に転向。バンタム級の王座が返上され、その後にマロニーは WBO バンタム級王座を獲得している。そんな猛者を打ちのめしたシーンに、海外ファンは、この試合を見たのを覚えている。この男は伝説だ、素晴らしいショット。モンスター、彼のパワーは本物。 マロニーが二流選手なのではない。井上が特別なんだ、などと未だに衝撃を受けていた。井上は12月26日、東京、有明アリーナで WBA&IBF 世界スーパーバンタム級2団体統一王者マーロン・タパレス、フィリピン、と同級4団体統一戦を行う。